白樺湖ビューホテルは長野県北作郡立下町白樺湖湖畔にあるホテル。1974年にリゾートホテルとして開業したが2006年より格安ホテルチェーンの伊藤園ホテルズ参加となった。南白樺湖より対岸の白樺湖ビューホテルを望む開業1974年7月2006年2月まで東洋製党関連会社が 運営していた。創業時の建物は、客室65室のほかリゾートマンション88室を併設し、運営をスタート。後に、洋室の別館を建設。建物は赤い河原風屋根の欧風建物で、当時のリゾートブームから観光ホテルとして賑わった。近隣には、霧ヶ峰、八ヶ岳、立品高原などの観光地があり、地域一帯は、 八ヶ岳中心高原国定公園に指定されている。1990年代のバブル崩壊以降は、客単価、集客が年々減少し、経営不振のため2006年2月に一度閉館した。その後、カラオケ店チェーン、歌広場などを経営する、クリアックス、スタディにホテルを上と格安、ホテルチェーン、伊藤園、ホテルグループの一つとして、 2006年11月3日に再開業した。現在は同グループの365日同一料金のスタイルにて運営中であり、東京からのツアーバスの運行、バイキング形式の食事の導入などにより、低価格化など集客率の向上が進められている。ありがとうございます。